平成30年台風第26号は2018年10月に発生し北マリアーナ諸島のテニアン島とサイパン島を中心に大きな被害をもたらした台風である。進路図2018年10月20日頃にマーシャル諸島近海で形成が始まった低圧部について合同台風警報センターは21日6時30分に熱帯低気圧形成警報を発表した。 低圧部は21日9時には熱帯低気圧に発達し、JTWC は22日0時に熱帯低気圧番号 31W を付番した。31W は22日9時にマーシャル諸島で台風となり、アジア名 E2 と命名された。命名国は中国で民話に登場するガツのウサギの名前に由来する。台風は急速に発達し、 二十四日十五時には猛烈な勢力となった。十八時には中心気圧九百五ヘクトパスカルまで低下し、最大風速は秒速六十メートル、最大瞬間風速は秒速八十五メートルに出会った。このピーク時の勢力を保ったまま二十五日零時頃に北マリアナ諸島のテニアン島、サイパン島付近を通過し、この二島を中心にマリアナ諸島付近では、 大きな被害が出た。25日21時には一旦非常に強い勢力に弱まったものの、台風は再発達し、27日9時には再び猛烈な勢力となった。同日12時、台風はフィリピン大気地球物理天文局の監視領域に侵入し、フィリピン名、ロジータと命名された。台風は30日6時頃に、 フィリピンのルソン島に上陸した後、南シナ海で速度を落とし、11月2日15時に南シナ海で熱帯低気圧に変わった。気象庁による事後解析では、この台風の最低気圧は900ヘクトパスカルに情報修正された。前日の通り、台風が25日未明にサイパン島やテニアン島を直撃した際の勢力は、 中心気圧905ヘクトパスカル、最大風速秒速60メートルであり、北マリアナ諸島における観測史上最強の台風となった。統計が開始されて以来、これほどの規模の台風がサイパンなどを直撃したことは一度もなく、1997年に台風24号が中心気圧905ヘクトパスカルでサイパンに接近したが、 その際の台風の中心は海上であった。北マリアナ政府は23日に台風コンディション2を発令した。コンディションとはサイパン政府から発令されるシグナルのレベルであり、台風がサイパンに接近すると政府はシグナルを発令する。このシグナルはコンディションオブレディブルと呼ばれ、政府レベルで島民に対して行動を促すためのものである。 テニアン島とサイパン南部の村々の住民は長時間にわたって時速約 270km の強風にさらされ最大風速は一時時速約 320km にも達したというテニアン島における全100世帯の家屋は破壊または損傷の被害を受けたこの台風は被災した島々のインフラにも大きな被害を与えたため食料 飲料水の供給が停止したほか、広範囲にわたる停電も発生した。サイパン国際空港では、瞬間風速秒速46メートルが観測された。台風が直撃したフィリピンでは30日、大規模な土砂崩れが発生し、30人以上が、生き埋めとなった恐れが出た。各地で死者の出る土砂崩れが発生したほか、建物の屋根が、 強風により吹き飛ばされるなどの被害が発生。ルソン島ナトニンのコルディレラ山脈地域では大量の土砂が公共の建物へと押し寄せて避難していた人々が生き埋めになった。この台風のアジア名 E2 はこの台風限りで使用中止となった。さらにこの台風のフィリピン名ロジータも同様にこの台風限りで使用中止となり、 自順からは、ロサールというフィリピン名が使用されることになった。ありがとうございます。